ここから10年後コムドットと山本さんは何してるんですかえ何してるんだろう10年後ですもんね、うん、でもなんかそれぞれのライフステージに合った活動をできてればなって思うんですよね僕はうん、うん、別にそれこそアイドルではないので、うん、結婚はダメみたいなことも僕たち的にはないですし、うんうん、ただやっぱ 僕たちのこの根幹にある仲の良さみたいなものは、うん、まあ崩れることはないと思うんですけど、うん、そこはやっぱ人間関係なんで大切にしていければなと思いますね10年後もこの関係が一番だなって思っていられたら僕はそれが一番幸せですかね、うん、もしかしたらここで何かやりたいことを始めつつただ集まる場所はコムドットとしてあるみたいな関係性かもしれないですしそれでは最後に ヤマトさんの道に迷った時にはどういう選択をしてきたのか、道に迷えばまるまるの方へのフリップにそれをお書きください。はい。あ、じゃあちょっと読んでもらっていいですか。お願いします。はい、えー。道に迷えば心躍る方へ。心躍るっていうのはどういう意味なんですか。でも、まあ、ワクワクするってことですね。もうなんか。 そのいろんな2択があると思うんですけど3択かもしれないですけど、うん、なんか選択肢があった時に、うん、辛い方を選べとかそういう人もいるじゃないですか,、うん、なんか過酷な方をとか、うん、じゃなくて僕は単純に自分が一番これやりてえとか、うん、ここに情熱を注ぎたいとか、うん、その心の底から湧いてくるこのワクワクみたいなものを大切にするのが一番いいと思ってて、うんうん、だからまあ心踊った方にこういけばいいんじゃないのっていうふうにやっぱ若い視聴者のみんなとかにも伝えてるんですけど。 でも、そんなに心躍るような選択肢がないっていう子もいるじゃないですか。はい,は,いはい、はい、はい。それ、どうしたらいいと思います。それは、僕もう単純に、うんうん、あの、外に出ろっていうふうに言ってるんですけど。うん、もう、その、子供がたこわさを食べたいと思わないのと一緒で。うん、それ、知らないからっていう理論らしいんですけど。うん、なんか、知らないものを、に対して、ワクワクできない。のは当然なんだから、うんうん、いろんなことを知る機会を、増やした方がいいなというふうに、僕は思って。うん,う,んうん。 若いいいいい子にはとりあえずろろんんなな経験いろんなバイトししててみてもいいしそうすればなんか自分の心を踊るスイッチみたいな、うん、踊るポイントみたいなのが分かると思うんで、うん、そうなったらなんか人生すごい自分のこうコントロールしながらこう楽しめるんじゃないかなって僕は思います。